韓国初の6人組ボーーイイズグループアイコンワールドツアーを開催すれば瞬く間にどこの会場もファンが埋め尽くすビッググループだ彼らは2度にわたるサバイバルオーディション番組によって生まれビッグバンの系譜を継ぐというテーマで2014年に韓国で正式にデビュー2018年に本国で発表したラブシナリオは爆発的なロングヒットを記録しさまざまなタイトルを獲得してきた 写真、初のジャパンソロツアーを完走し、小ニギと記念撮影に収まるボビーそんな人気グループから真っ先にソロデビューしたボビーは、ファーストアルバム、ラブホール、お皮切りに、セカンドアルバムの、ラッキーマンやシングル、SIR、など日本で次々とリリース。4月から開催された日本初のソロツアー、ボビージャパンツアー2023、さあ、では、横浜、福岡。 大阪と3都市の会場を超満員にし、大盛況のうちに幕を下ろした。ウェブザテレビジョンでは、未だファーストソロツアーの熱が冷めやらぬボビーにインタビューを実施。ソロツアーの振り返りや、今後の日本での活動について、そして11月に行われる2度目の日本ソロツアー、ボビージャパンツアー2023、さあ、リブートへの意気込みも語ってもらった。 コニギと長く一緒にいたいファーストソロツアーの感想をおめでとうございます。今の心境を教えてください。素敵なチームと音楽、素敵なコニギ、アイコンファンの総称、すべてが素敵で完璧でした。とても幸せです。日本でツアーを開催しようと思った理由は何でしょうかアイコンはデビュー後、日本でたくさん活動をしました。そのためコニギが多いのですが、 まだまだ見せたいものもたくさんあるんです。僕を待ってくれている小にぎと長く一緒にいたいです。初のソロツアーに対するファンからの反響を教えてください。とても良かった、一緒に楽しんでくれた。勘違いじゃないと思います。わら、気持ちいい、緊張でしたボビーさん自身も企画段階から参加して演出を考えたそうですが、どんなアイデアを出したのでしょうか。歌詞の流れ、 内容よりも雰囲気を考えながらセットリストを構成して、チームと一緒に悩みながら作っていきました。横浜公演の MC では、毎日緊張していた、と話していましたね。人生初のソロツアーだったけど、みんなで作り上げたステージだったので、気持ちいい、緊張でした。僕より僕のチームの方が緊張していたような気がします、わら。 早く11月が来ないかな今回のライブで思い出に残っているエピソードを教えてください。今回はスタッフとたくさん話しながらステージの照明や特殊効果、バンドの質感までみんなでチームバビとして作り上げたことがとても有意義でした。次回はもっとうまくできると思います。わら。ボビーさんにとって今回のライブはどんなライブでしたか今まではグループでしかコンサートをやったことがなかったので、 ソロで自分のチームを組んでライブをしてみたかったんです。ステージの準備から最後の大阪公演が終わる瞬間までとても楽しくて幸せでした。11月のツアーもとても楽しみです。みんなも楽しみにしていてね。その11月のライブツアーはどんなライブになるか教えていただけますか新曲も追加予定で、セトリ、雰囲気など含めて前回のツアーからたくさん変わります。 早く11月が来ないかな。好きな日本アーティストは、ヨルシカ、日本人アーティストの楽曲を聴くことはありますか日本のアーティストの中でヨルシカというアーティストが好きで、特に、言って、という曲が一番好きです。アイコンを含め日本では K-POP が大人気ですが、日本で愛される理由は何だと思いますか僕も気になりますね。教えてください。わら。 今後の日本でのソロ活動計画でやりたいことがあれば教えてください。日本のアーティストとのコラボもしてみたいし、イベントにもたくさん参加して、ファンと一緒にステージを楽しみたいです。日本で出演したいテレビ番組はありますかアニメオタクなので番組はよくわからない。すみません、泣き。マイナスマイナスわかりました、笑。では最後に、日本のファンへ向けてメッセージをお願いします。 幸せです。11月も幸せな時間を一緒に過ごしたいです。よろしくお願いします。